セールスマンの詩は、アーサー・ミラーによる戯曲、全二幕、ピューリッツァー賞を受賞した作品である。1949年2月10日ニューヨークのモロスコ、劇場で初演。演出エリア火山。主演リー・ジェイコップ、ミルドレッド・ダンロック。年老いた63歳のセールスマン、ウィリー・ローマンとその家族の物語。自立できない二人の息子や、 過去の幻影に苛なまれつつ外端するローマンは、誇りを持っていた仕事まで失い、最後には自ら死を選ぶ。その保険金で、家のゲップが完済されたことを嘆く妻の独白で、幕が閉じる。日本主演は、劇団民芸により、一橋行動にて1954年に行われた。主演、滝沢治、佐代、福子、宇野重吉。訳と演出は、菅原 競争社会の問題、親子の断絶、家庭の崩壊、若者の挫折感など、第二次世界大戦後に顕著になり出したアメリカ社会の影の部分を鋭くえぐっている。二幕構成で、一幕目が主人公の帰宅した月曜日の夜、二幕目が主人公が自殺した火曜日の夜と、葬儀からなる。至るところに映画のフラッシュバックを応用した手法が取られ、 主人公の過去の栄光や息子との不和のプロセスが表現されている。初演時は大好評で1950年11月18日まで742回のロングランを続け、前作みんな我が子で新進の劇作家として注目されていたミラーはこの作で不動の名声を手に入れた。特に主演の DJ コップにとってウィリー・ローマン役は当たり役となった。その後、 1975年のジョージ・シー・スコット、1984年のダスティン・ホフマン、1999年のブライアン、デネヒーなどの俳優によって再演された。日本では1954年の滝沢治主演の舞台が繰り返し再演されたほか、久米明、中台達也などが舞台を演じた。中台は自ら主催する無名塾での自主上演を企画したが、 ミラーの上演の許可を得ることができず単身と弁して、ミラーと掛け合った。ミラーは中大が尊敬する黒沢明監督の映画に主演したことを知り、許可したという。1983年、ミラーを演出に招いて、北京人民芸術劇院によるセールスマンの詩北京公演が行われた。中国語タイトルは、推奨員の詩。平和かことがウィリー・ローマンに、 シュリンがリンダに扮し、中国国内からも高い評価を得た。北京公園のミラー自身の階層に北京のセールスマンがある。日本語版は早川書房より出版。ありがとうございます。